こんにちは、松です。で、今日はカメラの様々なバッテリーについて解説っていうテーマでやっていこうと思います。今回に関しても非常にマニアックなテーマなんですが、バッテリーってね、結構皆さん気にしたことはないけど、間違いなく使ってる製品ですよね。そしてカメラにとって非常に重要な製品っていうことは間違いないと思います。で、ちょっと何気なくね、使ってて、あんまりわかんないなって方も多いと思うんで、僕自身が調べた範囲で、そして知ってる範囲で、カメラのバッテリーについてお話していこうかなと思います。あとは充電方法とか、モバイルバッテリー、あとは通常のカメラ以外のバッテリーについても解説していこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。では早速解説していこうと思います。はい。で、やっていきましょう。今回に関してはカメラのバッテリーについてっていう感じなんですが、この動画に関してはいくつかの構成でやっていこうと思います。まずは通常のカメラ用のバッテリーについて、そして NPF バッテリーについて、その後 V マウントバッテリーについて、そしてモバイルバッテリーについて、そういった感じでね、お話していこうと思います。まずね、カメラバッテリーについて見ていきましょうか。カメラのバッテリーって、いくつかあるんですよね。だいたい1つのメーカーあたり、1つもしくは2つ、ないしは3つとかね、そういう感じであるんですが、例えばニコンの Z シリーズであれば、バッテリーっていうのは3種類あるんですよね。その3つっていうのがこちらになります。こういった感じでサイズ感がね、それぞれあるんですが、例えばね、これが Z50、ZFC、Z30 のバッテリー、EN-EL25 っていうバッテリーですね。そしてこれが非常に汎用性の高い Z6、Z7 とかね、62、72もしくは一眼レフ時代もよく使われてきた EN-EL15 っていうものがあります。そしてこちらに関しては、フラグシップ系のバッテリーですよね。EN-EL18 っていうものがあって、それぞれね、世代によって EN-EL15 に関しては無印 A、B、C っていう感じであって、この EN-EL18 に関しては今 EN-EL18D っていうものになってるんですが、これは古くからこの EN-EL18 っていうものはね、型番が変わりながら続いてきてるものになります。で、非常にマニアックなとこになると思うんだけど、この EN-EL15 っていうものに関しては、例えばね、無印 ABC とあったんですが、その無印と AB っていうものに関しては、基本的に容量アップみたいな感じなんですよね。これ EN-EL15B っていうものになるんですが、このバッテリーの容量が無印から AB という感じで容量が増えつつ、あとはその細やかな部分のアップデートがあったんだけど、この EN-EL15C っていうものになったところで、給電に対応したっていう感じで、意外とね、同じようなバッテリーなんだけど、地味に性能が違ったりしますし、このね、EN-EL18 っていうものに関しても同様になってます。で、あとね、またね、解説していこうと思うんですが、このバッテリーっていうのは、このサイズ感が違うことによって、もちろんね、容量が違いますよね。バッテリーの持ちが違うよっていうところはあるんだけど、それに加えてさらに違うのは、出力のパワーが違います。ワット時っていうもので表示されるんですが、この EN-EL25 っていうものに関しては、8.2 ワット時。そして EN-EL15C っていうものに関しては、16 ワット時。で、こちら、この EN-EL18D っていうものに関しては、36 ワット時っていうことでね、カメラに供給する電力っていうのが大きくなるほど強くなるってことで、このね、EN-EL15D っていうもの、Z9 用のバッテリーなんですが、これに関しては非常にね、強い出力で電力を供給することができるんで、やっぱりカメラ自体にもパワーが出るよっていうところになります。こういったところの違いが、カメラ用バッテリーの違いっていう感じになります。そして続いてが NPF バッテリーというものになります。NPF バッテリーってなんだっていう風にね、聞いたことない方もいるとは思うんだけど、こういったものですね。ソニーのね、バッテリーの規格なんですね。こういうサイズ感で、NPF バッテリーの970というものになるんですが、この NPF バッテリーっていうのは、サイズがね、3つあって、NPF550、そして750、そして970っていうちょっと謎の数字があるんだけど、そういう3つのグレードがあって、僕が持っているのはこのね、NPF バッテリーの970っていうものを2つ持っています。これ何に使うかっていうと、元はね、カメラバッテリーみたいな感じで、ソニー製の業務用のカメラ、そういったものに、このバッテリーをね、ガチャンと挿すことによって、電力を供給してたんで、ベースとしては、こういうね、カメラバッテリーと変わらないんだけれども、ちょっと特殊なところがあって、その映像業界でソニーが使われてて、このバッテリーが非常に普及してたので、それをじゃあ汎用的にいろいろなものに使っていこうっていうことで、このバッテリーっていうのが汎用性を持ち始めたっていう歴史があるようです。なのでおそらくね、このバッテリーをカメラユーザーで知ってる人に関しては、どっちかっていうとカメラに挿すっていうよりはね、こういうものですよね。こういう照明なんかの後ろにね、こんな感じで、ここの口を見たことあると思うんですが、ここのところに、この NPF バッテリーをガチャンと挿して、こんな感じでね、電気を供給するっていう感じで使うことが多いと思います。その他には外部モニター、外部レコーダーとかね、そういったもので使う方が非常に多いんじゃないかなと思うんで、こういった NPF バッテリーっていうのは非常にね、汎用性の高いカメラ以外のアクセサリーに使うことが多いバッテリーになるかと思います。昔は専用の充電器が必要だったんだけど、今だったらね、こんな感じで Type-C のポートがあって、ここのとこに Type-C のこういったね、USB-C を挿してチャージャーにつなぐことによってここでねそのまま直で充電することができるということで、今まで結構ね充電器でかかったんだけどそれもなくなったということで非常にね便利なシステムになってると思います。で、続いてカメラバッテリーの王様みたいなところについて紹介していこうと思います。それがねこちらになります。 V マウントバッテリーって言って今回ねこちらの製品提供いただいて、説明させてもらうんですが、まず V マウントバッテリーっていうのがこういうことですよね。ここのところが V 字になってて、さらに差し込み口がこう V 字になってるんで、こうやって接続することができるんで V マウントバッテリーっていう風に言われてるようです。これに関してもね、元はおそらく業務用のシネマカメラとかはね、こういう V マウントバッテリーを直で後ろに刺すような仕組みになってるんじゃないかなと思うんですが、そういうカメラって非常にね、100万以上するようなカメラなんで、なかなかね、縁がないんでちょっとわからないんですが、今この V マウントバッテリーっていうのを、例えばカメラユーザーが使うとしたら、こういったね、V マウントバッテリーホルダーっていう感じで使っていくことが非常に多いんじゃないかなと思います。このね、V マウントバッテリーっていうのが僕自身ね、あんまり分かってなくて、結局いろいろ調べまくって、今回提供でいただいて、使ってみて分かったんですが、これ実際ね、僕自身が別で購入した V マウントバッテリーホルダーっていうものになってて、これね、いくらすると思います？ 1 万数千円するんですよ。それを見た時にね、ちょっと衝撃的で、この V マウントバッテリー自体も1万円ぐらいして、なんか高くないって思うんですよね。この V マウントって言って、通常のバッテリーがまず1万円ちょっとして、このホルダーが1万円ぐらいするってことで意味がわかんないなと思ってたんだけど、これをね、手に入れてみてようやくその意味がよく分かってきました。これ何かっていうと V マウントっていうのは基本的に昔はね、こういったとこに端子があって、ここのとこにも端子があって、この端子が合わさることによって、これね、ただのプレートっていうわけじゃなくて、この辺にね、いろいろね、口があるんですよね。電力供給をする部分のタイプ A のポートが2つとか、こっちにね、何かアダプターを挿していくようなポートっていうのがあったり、D タップって言われるものがあったりして、こういったところで、この電気回線を持ってるから、このプレートが高いっていう感じになります。で、これ何するかっていうと、もちろんね、このタイプ A のポートから出力したりとか、あとはさっきの言った D タップっていうもの。これが結構大事なのかなと思うんですが、この部分から出力したりとか、あとはね、この 15V5A とか、12V3A とか、そういったものを介して、電源供給をするためのハブみたいな感じとして使われるんですよね。なので外部モニターもさっきはね、この NPF バッテリーで動かせるっていう風に言ったんだけど、こういったところからこのアダプターを介して外部モニターを動かしたり、外部レコーダーを動かしたりすることができたり、もしくはこの D タップとかを使うことによってカメラのカプラー電源って言って、電池のダミーバッテリーみたいなものに電源を供給してやっていくことができるようです。そういったところでね、非常に多機能なんですよね。なので、こういったところで V マウントバッテリーっていうのが映像業界でメインで使われるバッテリーになってるんだと思います。で、あとね、面白いのはこういったところですよね。こういった V マウントバッテリーのものにはこんな感じの仕組みがあって、これ何かっていうと、ようやくここでね、三脚を置いてた意味がわかると思うんですが、こんな感じで映像業界のリグを組む下のところにね、こういう 15mm ロッドっていうものがあるんですよね。それを例えば、つけた時にこのロッドホルダーっていうものがあって、こんな感じでね、カメラの後ろのとこにこういうホルダーでつけていくことができるっていう仕組みになってます。なのでこのね、カメラの後ろにつけつつ、ここのアダプターから電源を供給しつつっていう風にすることができるんで、こういうね、用途において映像業界で使われるのかなと思いました。はい、という感じでね、これが V マウントバッテリーになります。で、ここまで聞くとね、疑問を持つんじゃないかなと思うんですよね。僕自身もね、持ったんですが、これ例えばね、このバッテリーが2万円程度すると、このセットでね。で、2万円するんだけれども、これ例えばね、モバイルバッテリー買うと、これ、こんなんでね、3000円とかで買えるんですよね。で、この V マウントバッテリーが本当に必要なのかと、2万円するやつが本当にいるのかなっていう風に思ったりするんじゃないかなと思うんですが、僕もね、非常に思っていました。で、実際に、これ V マウントバッテリーが、このね、モバイルバッテリーじゃダメかっていうと、ダメじゃないんですよね。意外と別に普通にこういうモバイルバッテリーでいいと。で、さらにね、面白いのは、このモバイルバッテリーがだいたい1万 mAh っていうのが、すごい大容量のものが多い中で、こういったものっていうのは 4900mAh なんですよね。半分ぐらいしかないと。それなのにこっちが3000円でこっちが2万円ってことで、いや意味わかんないなっていうふうに思っていたんですが、ここで重要になってくるのが、この V マウントバッテリーっていうのは出力が高いよっていうところになります。これさっきね、お話したそのワット時っていうものになるんですが、この例えばね、モバイルバッテリーっていうのが、今だったら結構強いものもあるんだけど、このモバイルバッテリーでだいたい 36W 時っていう感じになるんですよね。で、それに対してこっちが 70W 時っていうことになっていて、だいたい2倍ぐらい強い出力をできます。で、さっき言った Z9 のバッテリーっていうのが 36W 時だったんで、これで十分電源を供給していくことはできるんだけど、おそらくこれに関してはより大容量のものを一気に送ることができるんで、カメラが消費していく電気よりも多くのものを供給することができるっていうところのメリットがあるのかなと思います。ただね、これだけでもね、非常に弱いですよね。いや、それだったらこっちでいいじゃんってなると思うんですが、まあ実際ね、多くの方にとってはそれでいいと思います。ただ、こっちのものっていうのは、100W までの電力を必要とする機材っていうのを動かしていくことができるんですね。それ、例えば何かっていうと、こういったもの。こちらね、コルボの CL100X っていうものになってるんですが、この 110W だったかな、出力のLED ライトっていうのもほぼフルパワーで動かすことができるっていう感じになります。これでもね、出力させることはできるんだけど、半分ぐらいのパワーしか出力させることができないんだけど、こっちに関してはだいたいまあ 100% に近い出力を出すことができるようなバッテリーになっている。なので、そういったところですごく強い出力が必要な時に、このね V マウントバッテリーっていうのが必要になったり、あとはね、アダプターを介して電源供給を2つとかにしたい場合に関しては、こういったものっていうのが役に立つんじゃないかなと思いました。はい。ということで、まあ、ここが V マウントバッテリーのメリットかなと。現在においては、かなりね、モバイルバッテリーが進化してきてるんで、おそらくね、今後こういう V マウントバッテリーっていうのは、どんどんね、地位を失っていくんじゃないかなとは思うんだけど、やっぱり強い出力が必要ってなったら、現在においてはこういったものが必須になってくるし、D タップっていうものを介して、電源供給していくメリットっていうのはまだあるので、こういった製品っていうのを使っていただくのは非常にね、面白いんじゃないかなと思いました。あとね、ちょっと V マウントバッテリーに限らずなんですが、ちょっと注意していただく必要があるべきことについてもお話しておくと、こういったバッテリーっていうのは、例えばね、国際線においては、100W 時から 160W 時のものに関しては、機内持ち込みが2個までっていう制限があるようなんですね。なので、非常に大きいバッテリーなんかも、このモマンから出てるんですが、それを購入すると、海外に持っていくときにちょっと引っかかってしまう、没収される可能性があるよっていうところはあるので、そこの部分はね、知っておいていただく方がいいかなと思います。なので、海外に持っていきたいよっていう方に関しては、このモーマンの70の次の140ってものがあるんで、そういったものをね、選んでいただくと2個までは持っていけるので、それを使っていただくといいのかなと思います。で、あとね、V マウントバッテリーでもう一つね、忘れてた重要な要素があるんですが、それが充電の様式です。今までってね、こういう V マウントバッテリーって、こういうプレートに接続して、専用の充電器で充電してたんですが、最近のものは違って、さっきのね、NPF バッテリーと一緒で、こういう感じで D タップっていうものと USB-C、A っていうものがあります。で、D タップで充電することもできるし、USB-C で充電することも最近ではできるんですね。この部分がね、非常に重要だと思っていて、D タップって結構高いんですよ。本当になんか5000円くらいこのケーブルがして、いや、高いなって思ってちょっと僕自身変えてないんですが、そんぐらい高いんだけど、今だったら USB-C 皆さん持ってますよね。そういったものをこれでね、直接充電することができるんで、本当にこう、モバイルバッテリー的に使うことができるという感じになってます。なので、これから V マウントバッテリーを購入したいよって方に関しては、このね、モマンの新しいデザインを参考に、USB-C が対応しているものを選んでいただく方が使い勝手がいいと思うんでね、ぜひそういったものを選んでいただけたらと思います。はい、ということで今回に関してはモバイルバッテリーについてちょっと長々と語ってみました。もしよかったら皆さんがご存知のことをね、教えていただけたら非常にありがたいのでよろしくお願いします。このチャンネルではカメラに関する非常にマニアックなテーマについてはお話していこうかなと思ってますので、今日の動画が良かった、役に立ったって方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では今日これで終わります。良き写真ライフをお送りください。松でした。